驚愕した。なぜこんなにも胸が熱くなるのだろう。それはつまり恋。胸がいっぱいという表現が正しいのかわからないけれど、わからない。おわあ！やっぱりシンクロしてる。わからないけど、恋とはこういうものなのかもしれない。完全にボツにはしてなかった。シンクロしてる。なりりしゃさん、儀式は、うん、さてと、じゃあ行きましょうか。ここが今日から俺の家になる教会か。虚無な移動時間にも。いやいや、虚無じゃないだろ。成り切って片手いく。結構広くね。あ、キッチンじゃないこれ。すごい、こんな虚無な移動時間に。ここは食堂。あー、いいじゃん。すごい。これマックス6人ぐらいまでね、増えるんかなこれ。ここはじゃ、いやもううるさいな。へー、食堂なんてあるんだね。食堂はあるだろ。へー、食堂なんてあるんだね。ええ、基本的に、あ、ディザさんがよくいるかな。あ、料理もしてくれんの。なるほど、想像がつくよ。あ、でもね、私もよくお料理してるの。これはね、なりりした料理ベタと見た。なるほど、想像がつくよ。あ、なんか意味深な笑顔。じゃあ次行きましょう。すごい、全部に、全部にさ、感想言う。デスカレーの予感ですね。デスカレーデスカレーを作る予感です。どうかな。お、あ、広い。何部屋の、一気に3人。数え出した。え、すごい、ベランダもあるじゃん。ここは集合部屋よ。みんなで話したい時とかはいいかもしれないわ。ってことは、あれだ、移動系じゃなくて基本この街で住んでいくってこと？あー、そこ全部感想言うやん。全部。と言っても今は2人だけだからあまり使ってないんだけど、これから使おうよ。昔は大人数だったのか。あ、なるほどね。うん、昔はやっぱセフォーだったんじゃない？もう一人が。俺重ねられてる、そのセフォーに。ちょっと待って。うん、昔は3人だったわ。じゃあ次行きましょう。ほら、あんまり触れられたくないもん。あ、うん、うわ、感じ取ってる。もしかして一人昔のセフォーがいたのかもしれない。すごいすごい考察が。やばい。あ、ここが俺の部屋。あ、お前の部屋か。ここは私の部屋。なるほどね。なりりしゃの部屋か。ちょっと見てみたい。こう、やめとけやめとけ、気になるけど。それは、うーん、かわいい。また用があるときに来てくれればあげるわ。おお、うん、今そのいろいろ散らかっているからかわいいじゃん。女の子らしいな。ちょっと反応キモいっすねこれ。本当。女の子らしいなって、なんかおじさんみたいな。マリンが考えたんですけど。あ、そうやね。ここはディナさんの部屋ね。あ、そうなんだ。どんな部屋なんだろう。そっか、また行ってみるよ。さあ、そして俺の部屋は。すごい、あ、もしかして、え、なんで俺の部屋こんな離れてんの。ちょっと俺の部屋なんかすげえ追いやられて。ちょっと、なりりしゃ、おい、倉庫やんけここ。あ、ここ物置が、びっくりした。俺の部屋ここかと思ったら物置だった、びっくりした。ここは物置部屋よ。何か置き場のない荷物があったら使って。あやさん、びっくりした。荷物、ここがね、お前の部屋だって言われるんかと思った。荷物か、俺はないかな。まあ何もわかんないからね。そこ、ここに置いてあるもので使いたいものがあったら借りていくといいわ。なるほど、覚えておくよ。からの、俺の部屋はナリリシャの、ナリリシャの横横横横横。ちょっと待って、やばい、めっちゃ橋やんけ。え？あ、お風呂ね。はいはい、よかった、俺の部屋じゃなかった。注意事項がね、鍵が壊れてるの。なんだって。そうなのかい。リザさんが破壊した。どんな勢いで破壊したんだろうね。なんかガシャーつって。なるほどじゃねえよ。だから誰が入ってるかわからないから、ノッカー忘れないようにね。分かったよ。なるほどね。って感じで、こんなものかな。俺の部屋は。ちょっと待って。待って、俺の、待って、俺の部屋は。ちょっと待って、何何。ちょっと待って、ちょっと畳みかけないで。ちょっと畳みかけないで。いやいや、俺の部屋は。ちょっと待って。あー、お腹痛い。まあ住んでればすぐに覚えるから大丈夫ね。あー、大丈夫だと思うよ。じゃあ次は、え、俺の部屋は。待って、待って、ちょっと待って。いや、待って。いや、まあまあ、お楽しみやね、これは。どこにこいつが帰るのか。綺麗な街だね。あー、でも整備されてるね。私もそう思うわ。たくさん街があって、どの街も素敵だけど、でもやっぱり一番はこの祈りの街。私この街が一番好きだわ。わかるような気がするよ。お前来たばっかやろが。ほんと、ほんと、私たちちょっと似てるかもね。いやー、すごい。まあ、でもやっぱ剣やろ。やっぱり。え？天才だ、こいつは。なんだよ。もうマジ腹筋鍛えられた、マジで。なんでやねん。すごい、これあれじゃん。ダンジョン内から脱出最初から覚えてんの神じゃねこれ。マジ神なんだけど。しかも MP も初期からめちゃめちゃ高い、打ち放題や。あ、お前こんな服だったんだ。この見た目で剣
しマジかよお前、背中の目玉怖すぎるやろマジで。火、氷、風、土、雷、水の魔法、めちゃめちゃお前魔導剣士やクソ強いぞこれ。なのに属性が土とかよくわからんことになって。あ、こんなことなかったんだ。た、戦いますよ。お前主演じゃねえのか。おい、どけどけ、俺がやる俺がやる。俺のあのグリーンオーブでやるぞ。おおすごい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 。うるせーい。なんでダリリシャのせいやねん、おかしいやろ。主演がちゃんとやれ。償え、ダリリシャ。お前らも頑張れ。大丈夫だよダリリシャ、俺も何もわからないけど君もお前はこれから分かろうとしていけ。俺も何も分からないけど君を守るよ。まあこれ言ってくれたらね嬉しいだろうね。え、きっと俺はそのために来たんだよ。これ激アツ。どういうこと。そう、え、どういうことって、そういうことだけど自分でも分からなかった。どういうことってでしょ。今日はもう寝た方がいいわ。俺の部屋だか。あ、うん、それじゃあ今日はありがとうナリーシャ、おやすみ。俺の部屋らしく思い出しちゃったもん。そう、こちらこそおやすみなさい。あのシーンはもう腹が痛かったな。あ、急に急に俺の部屋。どここれ。でもこの配置おそらくディザの横。クソ、ナリリシャの横じゃねえ。部屋は随分と整っていた。ディザさんが頑張ってくれたんだろう。一息ついてベッドに座った。いや、わからんだろお前、ナリリシャのこと好きすぎて。ナリリシャかな。私は重要なことを言っていなかった。なになに急に。お前に言葉をかけてやれるのもほんの少しの時間。どういうこと。え、お前誰。私はずっと悔やんでいる。そして今この世界にまたあれが、はびこり出したことも恐ろしい。私は子供たちに託す。次の時まで。それまで持ちこたえることができると信じている。え？ナリーシャ何を。そして何よりも言いたかったこと。ごめんなさい。え？何がごめんなさいなんだい。え？え？殺してしまったこと？ナリリシャに一回殺されてんだ。絶対そうだ。見てばあちゃん、鳥肌鳥肌。ちょっと見てばあちゃん。ばあちゃんこれクソもろいやん。そのナリリシャの言葉を聞いた時、全身が凍ったように固まった。いや、これめっちゃおもろくない。全部楽しめるやん。はい、これで待って終わり。おー、誰誰誰誰、新キャラ新キャラ新キャラ。終わり。もうちょっと待って、誰誰誰誰。一生が終わりました。ナリリシャさん早く。はい、どこまでも行くな。いや、これですね、本当にね、スー君すごいよ。よくこんな虚無なゲームをここまで、あんな、だって部屋をさ、紹介して回るシーンでさ、あんなにさ、楽しくやってんのスー君だけだよ、あんなところで。なんで、あそこは俺の部屋、俺の部屋。いや、あの同期